三好晋三は、日本の武士、官僚。天保2年、長布藩の今支流剣術師範、小坂と佐久郎の次男として生まれる。天保8年、田辺総在門の養子となり、藩公経業館に入学。天保10年、処分芸師藩に入門。海英2年、長州藩公明林館に入学。宝蔵院流僧術に長辞。安政2年には、長州藩師範。 大源玄衛門により、免許改伝を受ける。安政4年、長府藩士、三好十三の養子となり、藩主、毛利元則の近所小役として、江戸に随従している。文久3年、下関の外国船砲撃事件により、大砲中蔵係しめ法、西兵隊所時期も入りに就任。慶応2年、長府藩士、陰道一の仲介で、坂本龍馬の地遇を得る。 朝府藩より、京都の情勢を探るよう命じられ、薩長同盟を取りまとめつつあった龍馬と共に、下関を出発。伏見、寺ヶ谷に入った。1月23日夜半、薩長同盟を成立させた龍馬から桂小五郎、西郷隆盛らによる、巨頭会談の結果を聞いているところを、伏見奉行配下の取り方に踏み込まれる。心臓は槍を振るって応戦し、包囲された。 寺ヶ谷を奇跡的に脱出。傷を負った龍馬を材木小屋に隠すと、単身薩摩判定に走り、救援を要請して、龍馬の命を助けた。寺ヶ谷事件については、三好新蔵日記小六に詳しく、柴龍太郎の長編小説、龍馬が行くの序述もこの資料に則っ,っている。3月5日、薩摩の軍艦、古町丸は、龍馬とその妻、お竜、新蔵を乗せて、 大阪を出港。新蔵は下関で下船し、長布藩に情勢の急転を報告した。なお新蔵は寺ヶ谷事件での功績によって、長州藩主、毛利リ高地下から刀の化し、長布藩主から20国の画像を受け、同藩メフ役に任せられている。6月7日、第二次長州政党が始まると新蔵は、長布藩の報告隊軍艦に就任。 高杉晋作の指揮のもと長州藩の騎兵隊と共に幕府軍と交戦し、これを破った。慶応3年、龍馬は長崎から土佐に向かう途中で下関に帰港し、海鮮トンや伊東家に妻のお流を預けた。この際、龍馬は一万一の御法事思想老自派具採用して孫家に御用を受けか費以降養父との書簡を送り、 こういう、心臓にお竜の工事を託している。心臓は、龍馬との約束通り、お竜、君へ姉妹を調布の自宅に引き取って3ヶ月間面倒を、見た。翌慶応4年3月にはお竜を、高知の坂本家に送り届けている。維新後、豊浦藩県第三次。廃藩置県後は、区内省御用係として、北白川宮家の家父となり、後カレを務めた。 明治23年に辞任。晩年は、故郷の調布で暮らし、明治34年、71歳で没死した。八家の三吉家は、貧乏国三次盆地に一大勢力を誇った国人領主、三吉氏にルーツを持つ。実首の米熊は、小さ型軍立産業学校の初代校長を務めた。ありがとうございます。